皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客の難易度は相対評価と時代のトレンドに左右されるということについてお伝えしていきたいと思います。このお話はですね、主にそうですね、教室を立ち上げて10年以上経つ、まあ、10年から20年の先生を見てて思うこと、まあ、ご質問を受けることを含めてなんですけれども、まあ、それを中心にお話ししていく形になるんですが、時代背景として10年以上の方、まあ、20年近くの方もいらっしゃるんですけれども、そこに教室が存続してるっていうだけで素晴らしいんですよ。で、そういう先生っていうのは大概生徒さんからの支持があるから、リピーターが多いから教室として存続しています。だけれども、じりじりと集客数が減っていって、口コミと言っていてもですね、まあ、そのお友達がお友達を紹介するっていう流れではなくなってきつつあるのが、まあ、昨今の世の中なんですね。そうすると、今まで集客っていうことをやってこなかった先生でも、自分が発信して自分のサービスを皆さんに知ってもらうという必要が出てきてしまっているというのが現状の世の中の状態です。で、そんな時に難易度がどういう形で上がっていっていて、どういう形で対応しなくてはいけないのかっていうことを今日中心にお話をしていきたいと思います。はい。それでは本題に入ります。まずですね、教室集客の難易度っていうところの指標で、まあ、2つ指標があるんですけれども、まず1つ目は相対評価っていうことですね。はい。で、もう1つは、2つ目は時代のトレンドということになります。で、これをちょっとね、解説してお話をしていきたいと思います。まずですね、まあ、相対評価っていうのは、まあ、おそらくそうですね、効率か、私たちの時代はなんですけど、小学校とかですね、今は評価の方法違うかもしれないんですけれども、5段階評価っていうのがあった時にですね、5をもらえる人と1になっちゃう人っていうのが、総人数の割合の何パーセントだったかな、 5%、 5% だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけどね。で、次に4をもらえる人と2をもらえる人っていうか、つけなきゃいけない人みたいなのが何パーセントって決まっていて、その真ん中が3みたいな雰囲気で、だから5、4、3、2、1、5が一番素敵っていう状態なんですけど、これが絶対評価、要はある基準値があって、そこをクリアしたらみんな5とかっていうんじゃなくて、その、例えば学年の中の平均値があって、それよりうまくできてるかできてないか、その人自身がどうかっていうことが関係ないっていう状態が、まあ相対評価だったんですよね。で、その仕組みを知った時に、子供心ながらにですね、まあ理不尽だなとか思いながらですね、見てたんですけど、例えば通信簿でですね、 5っていう5が同じ価値じゃないっていうことだった記憶があるんですよ。例えば、そうだな、私自身がそんなに得意じゃない領域だったとしても、みんながそれがもっともっと苦手っていうことだと、私得意じゃなくても、結構いい評価がもらえてしまったりとか、あとは私すっごい得意なんだけど、もっとできちゃう人がいっぱいいると、なんだか普通に埋もれちゃうみたいな、そんな感じですね。だから自分ができるできないっていう自分の満足度とは関係なく、周りの人ができてるかできてないかによって評価されちゃうっていう相対評価っていうことを、小学校の時になんだか理不尽だなとか思いながらね、通信簿見てた記憶があるんですけれども、それと同じことが教室業にも、反映されています。相対評価っていうことで言うと、まあ、具体的に言うとどういうことかっていうと、10年前は例えば単純に教室の数が少なかっただとすると、そこに教室があるだけで、あるという存在にお客様から感謝され、あるんだったら行かなくちゃみたいな感じで、集客しなくても集まっちゃう状況ができていたっていうのが、まあ、先行者利益というか、先に教室を立ち上げた人のメリット、優位性になります。ところが、時代の変遷が、時代が変遷するにつれてですね、教室が増えてくる、でその教室も細分化してくる、専門性特化してくるっていう形で、どん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 教室が増えてくると、まあ、単純にですね、習いたい人と、まあ、教室の数、このバランスが崩れたっていうのが、まあ一番大きい状態になります。
習いたい人が昔は少なくって、教室が、あ、間違えた、習いたい人が多くって教室が少なかったから行かなくちゃってなってたんですよね。だけど今は習いたい、まあ全部とは言わないんだけれども、習いたい人の数が減ってっていうか、うん、まあ相対評価として減って教室が増えたという状態になると、ここに行く人たちが分散してしまうので、結局教室に来る量というか、1教室あたりの量が単純に減っているという、まあ、そういうことになるので、当然集客数が減っているっていうことはありますよね。まあ、あと括弧で言うと少子化になっていってるので、そもそもそういうのを習いたい人が年々減っているっていうのは間違いないんですけれどもね。まあ、そういった要因があるので、まあ、相対評価であるっていうことを考えた時に、先生じゃあ何をしなきゃいけないかって言ったら、競合他社って、ね、言葉でマーケティングとかでよく言いますけど、まあ、例えば似たようなサービスを提供している他の教室と比べた時に、まあ、選ばれればいいわけですよね。で、選ばれる要因っていうのは、そのある特定のお客様にとって必要であるというサービスがちゃんと展開されてますよっていうのが外向きにアピールできてないと選ばれないということになっちゃうんですよね。だからたくさんあるところと比較できる世の中になっている状態で、飛び出すためには2つ、まあ、コツがあるんですけど、1つは圧倒的な露出量ですね、発信量、それで知ってもらうっていうベタな方法ですね。もう一つは専門性とか、その欲しい人にとって、いやこの教室日本で一つしかないと思うようなところまで作り上げたもので選んでもらうか、うん、だからな何々といえば何々ぐらいな感じで作れればナイスですよね。パン教室といえば何々というブランドは今取れないですよね、そんなに広い状態で。例えば天然酵母を7つ同時に習えるパン教室といえばアトリエリブラとか、まあ、そういうことはできたんですよね昔。今はどうでしょう、できるかな。当時なかった教室だったんで、それは当時はできてたんですけどね。だからだんだん今細分化してっちゃってる。でもその分習いたい人も増えてるので、まあそこら辺の兼ね合いですよね。だから必要な人にとって必要なサービスを提供してるっていうことが刺さらないといけないので、まあ、どのみち他と比べられるっていうことは変わらないです。だから、さっきの私の通信簿の話のようにですね、自分が一生懸命頑張っているつもりでも、周りがもっともっと頑張ってたら頑張ってることにならない。だから自分は自分に5をつけてあげたいのに1になっちゃうとか、そういう感じです。評価によってっていうことですよ。内容がどんなに素敵でも周りが頑張っちゃってるから。で、ここの話の中で注意しなくてはいけないのは、今は集客っていうことにフォーカスしてお話をしているという点です。教室そのものの質とか、先生のスキルとか、人柄とかっていうレベルで土俵に立ってるわけではないということですね。要は、見つけてもらえるかもらえないかという最低限のレベルのところは、まず行かないと、そもそも選択肢の土俵に乗っからないっていう状態になっちゃってるのが、現状のウェブ集客で教室が並べられちゃってるという状態になってるのが1点ですね。はい。だから、今の時代においてどれぐらいの数の教室があって、その中で自分の教室は比較されても選ばれるんだろうかっていう観点から見た時に、ウェブの見せ方とか発信量とか発信の方法とか発信の言葉とか、多分見直さないといけないこととかが出てきます。はい。なので相対評価であるっていうことを分からないと、前と同じ集客とか前と同じアピールをずっとしていることによって集客がどんどん下がるっていうのは、数が増えてるからっていう、まあ、そういう話がまず1点ですね。で、もう1点、2点目ですね、時代のトレンドっていうことなんですけど、これ一番分かりやすいのはコロナ禍の話ですよね。コロナによって対面ができなくなりました。緊急事態宣言で会っちゃいけません、会合しちゃいけません、そこに人が集まっちゃいけませんっていう、まあ、教室業にとっては致命的な内容だったと思います。ただし、まあ、それによって当然新しいサービスっていうのは生まれるわけで、まあ、それがオンライン化っていうことですよね。オンライン化は先生にとって全てデメリットではないんですよね。私はむしろメリットの方が大きかったんじゃないかなというふうに思っている点が2点あります。まず1つは、
地元密着でしかできなかった先生も、先生自身がオンラインを開催していくこと、それがズームでリアルで教えていくっていうやり方なのか、動画販売をすることなのかは別として、とにかくオンラインっていう手段を手に入れればですね、全国区で自分の名前を知らしめることができるんですよね。北海道とか沖縄の生徒さんだって普通に習えます。私が知ってる例では、私自身もスカイプで、電子書籍のコンサルをやっていた時、ベルリンとかですね、オーストラリアの方とかが、日本人ですけどね、現地のが、時差を計算はするんですけれども、お話をしてね、コンサルをしてっていうのはもう何年も前にやっていたんですよね。でそれが日常化したっていうことで、フランスの方とか、ね、ドイツとか、時差さえ考慮できるんだったら、日本だけじゃなくて世界のどこの人でも、習っていくことはおそらくできるっていう状態なんですよね。だから可能性がすごく広がって、世界中が証券になるんですよ。極端な話言えば、もちろん日本全国が証券になるんですけどね。そうすると今まで地元密着だった場合でも、それだけいろんな人を受け入れることができるのであれば、多様性に対してのリクエストで新しい講座を生んで、それが高単価の講座を作ったとしても売れる可能性も出てくるわけですよね。だから今まで一部の人と触れ合いしか取れなかった先生でも、一気に名前が広がっていくみたいな、そんな感じに仕立てていくことができるっていうのが、まずオンラインになった時の一番大きなメリットでしたね。であと、オンラインっていうことに皆さんが慣れてくると、動画で販売をしたとしてもですね、それを学ぶっていう姿勢がすでに慣れている。オンラインに一般の人が慣れてきてるから。で大概お母さんとかより息子さんとかね、娘さんが学校ですでにズームとかがもう当たり前のようにレッスンっていうか授業として展開されてるか、分かんないことは子供に聞けばいいわけですよね。でそれでしかも全員が慣れている状態だと、何らオンラインで学ぶことに抵抗はない。もちろん試食ができない残念さとかはありますよ。あるけれども、新しい人と出会うっていう意味ではすごいいいチャンスだと思っていて、なので時代のトレンドがそのように動いた時に、自分がそちらに動ける自分かどうかっていうだけで、集客量が上がるのか、むしろ下がるのかという大きなインパクトの違いがあります。私が知ってる限りで、Zoom で行きましょうっていうふうに私が提唱した時に、そうですねって言ってすぐに、覚えて頑張った人っていうのは、むしろコロナ禍で売り上げがほとんど上がってます。他の方が追いついてない、できてないっていう時にやってるわけだから、家でいて退屈で習いたいっていう人は当然習いたいわけですよね。そうするとそこの需要に対して、独り勝ちというか、そこ1個しかなければ、さっきの相対評価と一緒です、1個しかなければみんなが行くっていう、そういう状況になっていきますよね。これが一番時代のトレンドっていう意味では分かりやすい内容でした。今までももちろん時代のトレンドはいろいろあったんですよ。そのデパート型といわれる、いっぱいの講座を持ってる先生のところに人が行くって言ってた時代から、専門性を特化した一個の際立った講座を持ってる先生のところに人が行くようになったみたいな、そういうことが起こっているし、あとは一人の生徒さんが一つの教室に行く時代じゃないっていうことになります。どういうことかっていうと、前は義理立てとかあったりとか、お金の都合がつかないとかっていうこともあったり、時間の都合がつかないということもあって、例えば1ヶ月に1回1教室とか行ってた方もですね、オンラインって、対面より安めなところが結構多かったり、グループでレッスンするから、先生も食材も使わないので、1対10とか1対15とかってやれれば、1人の金額下げても教えることできるじゃないですか。そうすると安く習うことができるというふうに分かっていれば、今まで月に1回しか習わないって決めてた人も、余裕ができたら2回とか3回っていうこともあり得ますよね。だから1教室にこう忠誠心を誓って習うみたいな、時代じゃなくなってるんですね。ライトに自分はこれとこれとこれを学びたいって言ったら3つの教室に行けばいいっていう、そういう選択肢になってます。
で、これによって今度どういうことが起こるかっていうと、義理立てしていて先生のところに1箇所だけパンならこの先生って通ってた人も別に普通に3つパン教室通うこともあり得るっていうことなので、比較検討されやすくなるということです。今までは難しかったんですけどね、実際に家に行ったりとか時間的な問題で。極端な話言うと、例えばですよ、一日丸一日空いてて今日はパン教室の日にしようって私が決めたとして、で2時間ぐらいが一つのレッスンだったとして、例えばですよ、本当にやるかどうかは別として、10時から12時1回目、1時から3時2回目、5時から7時3回目っていう1日に3個のレッスンを自宅で受けることっていうのが可能になったのが今の世の中なんですよね。ということは、入ってくるチャンスも増える分、比較されて人がいなくなる可能性も高いということになるので、ますますその自分自身のレッスン特徴とかを磨いていかないと選ばれなくなるというふうな、サバイバル時代に入ってきてるっていうのがこのオンライン化の波の中での時代なんですね。で、このオンラインの状態の時にファン作りをしておくとどういうことが起こるかっていうと、その後またリアル対面が普通にできるようになった時に、その時オンラインでしか会えなかったけどやっぱりリアルの先生に会いたいよねということになると、リアルで来る可能性が高いので、未来のお客様と先に出会っておくっていう場にしておくこともできますので、まあ、とにかくその波が来ている時には波に乗っかる方が基本楽です。だから、集客の難易度は早いうちにトレンドが来ている波を上手に使って前に進む。まあ波がね、まあ追い風でもいいですよ。追い風が来てるからそこにふーって身を預ければ、そのまま前にふわーっと簡単に進むことができるんですね。で、波に遅れるとブームが一旦去ってるので、一生懸命こう自分でこう漕いでね、行かないといけない。で、さらにもっと悪いと、時代が逆風になると、例えば対面とオンラインが逆になったように、オンライン全盛期に対面だ対面だって言ってると、生徒さんからも見向きもされないし、世の中的にそれどうなのよっていうふうに白目で見られたりとかしますからね。そういう時には向かい風レベルですよ。だからどんなにあがいて前に行こうとしても後ろに戻されるっていう感じなので、それが集客の難易度なんですね。ですからご本人がどんなにスキルがあっても、どんなに頑張って発信をしていても、その相対評価の自分のポジショニングを知るっていうことと、あと時代の流れをつかんだ発信をしないと努力は無駄になるっていうことになります。だから、自分で自分の集客を難しくしちゃってる人もいるということですね。その状況を把握してない場合には。ですので、効率よくやる方が時間も節約できるし、自分自身も楽しくできるので、まあ、ぜひね、そういう観点から考えていただきたいなと思ってこのお話をしました。ということで本日のまとめに入りたいと思います。教室集客の難易度は相対評価と時代のトレンドに左右されるというお話なんですが、まず相対評価に関しては自分の努力云々問題じゃなくって、その時の業界がどういう状態が普通なのかっていうのを把握する必要があるっていうのがまず相対評価の件です。で、時代のトレンドっていうのは時代の流れに逆行しない、時代の流れをうまく追いかずにできるような発信と露出の方法を考える方が楽でいいですよというお話になります。以上です。ご参考に。それでは。